自動車メーカーマツダの歴史や技術を紹介する施設が全面リニューアルし、今日から一般公開が始まりました。新型コロナの影響で1年半延期されての公開です。おはようございます。いらっしゃいませ。全面リニューアルした本社工場内にあるマツダミュージアムです。今日からの一般公開、午前の部に参加したのは38人、そのうち17人は県外から訪れました。岐阜から来ました。再開したら行こうと思ってずっと待ってました。マツダミュージアムは1994年に開館、車作りについて学ぶ教育の場としても活用され、これまでに176万人が訪れました。会社の創業100周年を機に、空間デザインや展示が一新されました。車は12台増やし、36台になりました。歴代の名車から最新のものまで勢ぞろいです。公開予定は当初2020年秋。しかし、新型コロナの影響で1年半遅れて迎えた一般公開です。お年寄りから若い方まで、子どもたちまでいろんな方に来ていただいているので、まずは一安心してすごく嬉しい気持ちです。展示では、コルクの生産からスタートした会社の歴史や、エンジンの開発など、新しい挑戦により生み出してきた技術を紹介しています。リニューアル前から好評だったのが生産ラインの見学です。車が組み立てられていく様子はこの機械しか見ることができません。今日も来館者が見入っていました。今日は来てめっちゃ嬉しい。X7 とロードスターが見たかった。かっこいい車見れて嬉しい。倒れるんじゃないかと思うから興奮してテンションめちゃめちゃ上がってっていう。僕ロードスター乗ってるんですけど、工場の生産ラインで出来上がっていくとこ見るっていうのがすごい面白かったですね。すごい勉強にもなったし、もう何より思い出になりましたね。ミュージアム見学を通じてですね、マツダに少しでも親しみを持っていただいて、笑顔で帰っていただけるように私たちも案内しますので、楽しい気持ちになってもらえたら嬉しいです。マツダミュージアムの見学は予約制で、リニューアル前と同じ年間7万人の来館者を見込んでいます。はい、いや、わざわざ岐阜からって思ったら、ロードスターに乗っていらっしゃる方でしたね。そうですね、はい。ロードスターは、ね、本当に歴代こう、流れのファンが多いんですけれども、うちの息子小学1年生も、はい、マツダ車好きで、たまたま昨日マツダ3のミニカーと一緒に寝ました。鼓動デザインから始まったこのマツダ社の今のこの特徴的な顔の部分のフォルムですよね。あれが息子好きみたいで、はい、ぜひ一緒に見に行きたいと思いました。さっきの子供はなんか倒れそうなぐらい喜んでたって言ったからそんな感じかもしれませんね。そうですね。はい。